ウェイキングドリームつかみたいね。お願いします。どうも、久保田悟です、はい、こんにちは。いやなんか俺結構正直だから言っちゃうんですけど、まあオーディションの時に、なんかこいつがいいなとかなんだかんだ言ったんですけど、やっぱ半分ちょっと正直自分 YouTube も大事なんですよ。で YouTube のことを考えた時に、今このなんかノンタイトルでしたっけ、番組で、ちょっとバズった、松葉くんがいいんじゃないかなって思って、まあ俺に目つけられたのは本当災難だなっていうか、まあでもお前マジであれだぞ、あのオーディションの時とはまだ違うからな、気持ち作ってこいよマジで、はい、ありがとうございます。続いて松葉選手お願いします。松葉大輝です。まあ、今回ちょっと対戦決まったんですけど、多分まあ僕格闘技未経験ってことで、まあ、見ているほとんどの人が、まあ、僕が勝てないって思ってる方も多いと思うんですけど、まあ、この状況僕からしたらすごい美味しくて、まあ、ここで勝ったら、ね、一気に盛り上がるし、まあ、自分の名も上がるし、やなら新しく格闘技人生も始まるかもしれないし、まあ、そう思ってて、まあ、あと一つ、まあ、オーディションの時、まあ、久保田さんが僕に言ってくれた、なんか昔の自分に似てるって言ってたんですけど、まあ、僕もちょこちょこ動画見させてもらって、まあ、みくるさんの1000万企画の時、まあ、出たと思うんですけど、まあ、その時はやっぱり目ギラギラしてすげえ覚悟決まってんなと思ったんですけど、まあ、ここ最近なんかちょっと長売れてきたのか分かんないですけど、ちょっと丸くなってんのかなってやっぱ YouTube 見てて思うんですよね。やっぱ昔の状態で来てくんないと、まあ、僕も覚悟決めてやってるんで、ちょそこはちょっと僕も納得いかないんで。いや、おい、あのインスタとかでも言ったけど、あの俺普通に社会人として、あの普通の生活ができるだけであって、今できるようになっただけであって、あの根っからは別に丸くなってねえし、あのオーディションの俺お前あのまんまで来ると思ったら大違いだぞお前、勘違いすんねえこの構造ガキ。でも結局周りがそう見えてるってことはその手なんだよね。別に自分がどうかというと、止めてください。警備の方お願いいたします。警備の方お願いします。席にお戻りください。松葉選手、久保田選手、席に戻ってください。では最後に松葉選手、久保田選手、一言ずつ改めていただけますか。松葉選手からお願いします。そうですね、まあ、特に一言はないんで、ただ明日勝つだけです。ありがとうございます。では最後に久保田選手からも一言お願いします。やっぱ殺したくてしゃあなくてうずうずしてんで、マジで殺します、はい、ありがとうございました。では